はい、どうも、カズシドです。タイトル通りとサムネ通りでございます。いやー、皆さんこれね、ちょっとね NG かなと思ったぐらいのね迫力でしたけど、ちょっとねやってみようと思っております。ちなみにですね、これはね友達にいただいたんですけど、これやってみればっていう形でね、でもやるのに考えましたけど、もうやっちゃいます。はい、それがこちらです。じゃじゃーん、見てください。これゾンラーメン、北海道ラーメンなんですけど、友達がですね、もうこれ持ってきた瞬間ですね、もう俺もやるしかないと思ったんですけど、もう見た目見てくださいよ、これ。ちょっとこれもうバンなんじゃねえかなってぐらいのクラス、もう見た瞬間ちょっと気持ち悪くなっちゃって、うわこれ大丈夫かなって思ったんですけど、まあでもここでね、やっぱりやるのが YouTuber ですよ、これちょっと食べさせていただこうと思っております。でこれ裏返すと、まあ、作り方、まあ、書いてあると思うんです。まあ、作り方はね、まあ、どうにかなりますからね、どうにかなっちゃうんですけど、まあ、麺が 80g、 スープ 50g って書いてあるけど、これまああれなんでしょうね、この他のやつ入ってんのかな、なんかこれこういうやつ、こういうやつ入ってんのかな、まあ、これは入ってないと思うんですけど、うわこれ色見てくださいよ、これもうこれだけでも食いたくねえわそうですね、まあ今こう見てると、そうだな、まあチャーシューとかメンマも入れれば、まあなんかあと野菜ねとか食えると、なんか加えると一層美味しくなると言っており、まあ書いてありますね。まあではね、早速もうやっちゃいましょう。それではですね、早速にねこれ器にねちょっとね移し替えようと思っております。では開けていきたいと思います。さあどんなんかな、これちょっと見てみよう。あーはいはい、うわー、あこう見ると別に普通っぽいかな。見えます？これこう見るとこんな感じですね。こう普通には見えます。普通じゃないか。普通ではないですけども、こんな感じの色ですね、最初は。で、これを開けて。ああ、そうか、スープが入ってるのか。はい、こういう感じで。まあ、こう、なんかね、スープの素っていうんですか？まあ、それが入ってます。味噌スープなんだ。今書いてます。これ見えますかね？反射しちゃってるか見えないかな。これ味噌スープですね。最後になんかこのカードみたいなのが入ってる。なんだこれ。今こんな感じで。こうか。こんな感じで、それでこう 裏返すとこんな感じで書いてますけど、これわかんないな、こうか、はい、こんな感じで書いておりますね。で今これ思ったら開けるんですよ、これ見てくださいよ、開いたらなんかこんな漫画みたいな感じになってますね。見えます？こんな感じで見えますかね、なんか漫画みたいな感じになってて、もうちょっと近づけようか、いやまあ見えるかわかんないですけど、はい、なんかこういう漫画式になってますね。今ねカメラ俺見ちゃってるから見えないんですけど、こんな感じです。では早速ファイヤーしたいと思います。では行きます、ファイヤー。はい、つけました。はい、まずはねこれね、もうボワッともう茹でてきましたらちょっと麺入れようと思っております。で今説明書を見てますと、まあ、これですね、この麺を入れてこの中入れるじゃないですか。そしたらねこれもね入れるみたいですね、これもこの中に入れるみたいなんで、まあ、まず麺を入れてから終わったらねこれ入れようと思っております。ではねだいぶねもう今もう結構ね茹で上がってきたんで、じゃあ入れたいと思います。早速入れますね。さあさあさあ、もう乾燥麺ですね。お、危ない危ない。はい、ということでこれ入れさせていただきます。いきますよ。それでははいよー、オッケー、やけどしないようにね、やけどしないように入れました。でもあれでしょうね、茹で上がってきたらなんで、まあ、こうちょっとまだ今あれなんですけど、だいぶ茹で、あ、ちょっと弱くしとこう危ねえ危ねえ。麺がほぐれましたら、さっきのこの味噌スープ、これ入れようと思っております。今 2,3 分ぐらいね経ってますけど、まだちょっと硬いな。結構これこの乾燥麺めっちゃ硬いですよ、これグツグツ言ってますけど、すごいな。今ね火弱めましたけどね、まだダメだね、今のところダメですね。やっとかな、今やっとですね3分ぐらい経ってやっとちょっとほぐれてきたけど、まだ全然硬いっすね、まだ全然硬い、今こういう感じでちょっとほぐしていかないとダメだな。これやっとちょっとバラバラになってきましたね。結構これかかるんだ、最初から入れといた方が良かったのかな。まあでもいいか、こんな感じでちょっとやっとほぐれてきましたね。いい感じ、いい感じ、よしよしよし、今ほぐれてきました。そしたら次はもうこれをねもうこのまま入れたいと思います。この中にね入れたいと思います。あ、このままじゃないよ、開けてね、開けて入れたいと思います。ここ開けて、色どうなんだろう、あ、色、まあ、あ、普通の味噌な、普通の味噌、ほんと普通の味噌っすね。見えるかな、こうか、普通の味噌ですね。では入れますね。さあ全部入れよう、いきます。よいしょ、熱い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 、
熱つつつつつつい、あーつ、あつ、オッケーオッケー、はい、入れました、今入れました。そしたらさらにかき混ぜましょう。さあ、あんな色になるんかな。なにこれ、どんな色、ちょっと火また強くしよう、火強くしよう。まあ、あの色にはなってないね、今んとこ。あ、なんか変などす黒色、あれにはなってない。あ、でもほんとマジで匂いは味噌ラーメン、めっちゃ味噌ラーメン。なんかあの色になるんかな、あの色に。茹でてますけども、5分ぐらい経ってますけどね、見てこれ。でもこれを見てますと、俺これを想像してるんですけど、これ脳味噌味って、なるほどな、味噌って味噌味ってことか、なるほどなるほど。じゃあ脳は関係なく、もうだってさ、脳って書いてあるから。俺さ、今これ見てると、これの白いやつと、この何、目ん玉みたいなの、これ入ってると思ったんだよ、入ってると思ったんだけど、入ってないの、ほんと入ってない、マジでマジで。だからあれと思って、俺この2つは入ってる、まあこのウインナーみたいな入ってないと思ってたんだけど、この2つあると思ったんよ。ないんだよ、見てても。なんだこれ、麺だけなんだね、麺と味噌ラーメンのやつだけだ。麺がね、とにかくちょっとだいぶちょっと柔らかくなってきたので、もうちょっとしたらちょっと入れようと思ってるんですけど、あら、まあな、ほんとあれだ、あの麺とスープだけだわ、今見てますと。麺とスープだけではね、だいぶ煮詰めましたので、これでもうこのまま入れたいと思います。火止めた、じゃあいきますよ、せーの。では器に入れたいと思います。じゃあ普通の、まああれだね、味噌だね、色は。麺もドバッと入れちゃいますよ、いきますよ、いきますよ。跳ねるかな、大丈夫かな、いけいけ、よし、行こう行こう、おー、来い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 、行ったね、はい、大丈夫。おわー、曇った。はい、ということでね、まあ、こんな感じですね。え、もうこれ、あれ写真とやっぱ違う、すごい。あれおかしいぞ、写真と違うぞ、合ってんの麺だけだぞこれ。もう普通に美味しい味噌ラーメンみたいな、味噌ラーメンになるのが、ほんと普通の麺入れた感じですよね。まあ麺は普通じゃないけどね、色はね。でもなんかそんな感じ、これ実は美味しいんじゃねえの。ということで完成しましたので、これ早速食べてみたいと思います。はい、では皆さん、いつものね、つむつむ部屋というか、もう隣なんですけど、撮影部屋のすぐここなんですけどね、はい、早速完成しました。それがこちら、熱、これはい、見えます？見えるか？これじゃもうスープこぼれちゃうね。ほらほら、もっと近づけね。これ。いやー、まあまあ、さっき写真載せたのでね、大丈夫です。結構ね、油浮いとるわ。結構油浮いてます、これ。まあ、もう早速食べちゃいます。いただきます。この色よ、この色。ほら、てくださいよ、これ。では、早速、食べます。いただきます。あ、本当に申し訳ないけど、本当ね、普通の味噌ラーメン。マジで普通の味噌ラーメン。で、麺うまいっすよ。普通のあの、インスタントラーメンじゃないですか。申し訳ないけど、その味です。でも、普通にうまいと思います。はい。本当にごく普通のインスタントラーメン。じゃあ、いただきますね。ごく普通のインスタントラーメン、普通に美味しいっちゃ美味しいですね。スープめっちゃ熱いと思うんですけど、じゃあスープちょっといただきますね。スープ熱っ、あーって、やけどした、やけどした、やけどしたかも。あ、うまい。うまい、ちょっとやけどした、ちょっと飲み物飲む、飲み物、ごめんね、今お茶入れてきた、ちょっと今やけどしたっぽい。あー、いったやけど、やけどだこれ。いや、マジか。まあ、あのスープうまいっすけど、熱い。そりゃそうだよね。いや、これね、ぶっちゃけちょっと申し訳ないけど、オチないわ。それぐらい普通のラーメン、マジで。今ね、やけどしちゃってますけど、でも麺もね、ほんと普通なんですよ、マジで。もう一回食いますよ、もう一回。ほんと、普通のインスタントラーメン。すげえ本気で言いますけど、めっちゃうまいとも、もう言えず、別にまずくもないっす。まあ、どうしようとうまいんですけど、ほんと、そこらにある味噌ラーメンだと俺は思います。申し訳ないけど、オチがなさすぎてさ、もうこの角度変えたんですけど、この状態で食うね。顔、ギリギリ映んないぐらい。この角度で食うけど、まあ、あんま変わんないけどね。いや、
普通にやっぱダメだ、何回食っても普通の味噌ラーメンだこれ。どうしようこれ、今動画やろうかって考えたけど、もうでもうん、どうせやっちゃったからやるしかないよね、この動画載せるしかないよね味はまあはい、本当に何度も言いますけど普通の味噌ラーメンです。普通に俺この色になると思ったんだけど、全然なってない。しかも俺これをほんとこういうの入ってると思ったんだけどね、これウインナーしょうがないとしたね、これ入ってると思ったんですけど、マジで入っとらんや。普通の味噌ラーメンの色はほらもう全然、スープの色全然ほらもう全然違うよね。まあこれ大丈夫なのかな、なんか逆に批判結構来たんじゃないこれマジで、うんって思うぐらいもう全然違いましたねまあこれ買った人ネタバレになっちゃいましたけど、でも味はほんとうまいです、味はうまいですけどね、普通のほんと味噌ラーメンですけど、いやーこれ期待してたんだけどな、もっとグロいやつかなと思ったら普通に美味しい味噌ラーメンでした。はい、それではね、食べ終わりました。終わりましたけど、まあ感想はまあもうほんと何度も言います、普通の味噌ラーメンでしたこれ待って、この動画どうする、これ使っていいの、オチなさすぎるでしょ、オチが、えこれどうしよう。でもせっかくやっぱ友達さんにもいただいたんで、まあ、使いますけど、まあもしよかったら買ってみてくださいしか言いようがないよねこれね、落ちなさすぎてやばいんだけど。いや多分ねこれほんと買った人思うと思うよ、絶対これさ、あのえなんか見た目と違うんだけどと思った方とか、想像と多分皆さん違かったと思うんですよ。いやそれ俺が一番思った本当に、いや俺が一番思ったマジで、いやもっとこの色来るかなとか、もっとうーとか来ると思ったのね、もうそれをイメージしてたんだけど、すげえ申し訳ない、あまりにも普通の動画になりすぎちゃって逆に使いますわでもまずね友達さん本当ありがとうございます。そして皆さんね、まあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。本当何にもねオチになりましたけど、このゾンラーメンですよね。まあ、もしよかったらはい調べて買ってみてください。あの本当に味は普通の味噌ラーメンでございます。何かね自分でこういう感じであの作ればいいのかと思いますけど、むしろねあのね 目みたいなやつと、あのなんか何腸みたいなやつ、あれ探すのが難しいと思う逆にねそうだから、まあそれがそう、あんなの逆に売ってないやん、なかなか。そう自分が作るしかないと思うから、まあ、もしね、まあ、こういう感じでまた買ってみようと思う方はね、自分でアレンジしてみて、作ってみてください。はい、それしか言いようがないです。はいはい、終わります。ではですね、この動画がいいと思いましたらね、チャンネル登録、もぜひともよろしくお願いします。そしてグッドマークですね。グッドマークもぜひともお願いします。あと最後にコメントですね。コメントの方よろしくお願いします。ちょっとコメント怖いわ。これどういうコメント来る？はい、コメント、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、どうも、カズシドです。今ここトイレだ。でもね、ここね、今すごいさ、綺麗になっちゃったの。前は、古い時はやっぱここでもなんか出るって話を聞いた。けど、まあ、頭でかいな。で、それで、頭でかかった今、ちょうど俺の頭ら辺に入ってる。うん、まあ、ここは防空壕ね、やってるところだから、そう、あそこのさっきのところ続いてるの。うんうん、うん。反対側ちょうど。はい。実はね、最近ね、心霊 YouTuber さんがね、よく使ってる、おもちゃなんですけど、まあ、おもちゃというかね、おもちゃですね。はい。それが、こちら。じゃじゃーん、これ皆さん知ってます？このおもちゃの名前はマネマネお猿と言います。はい、何で使われてるかと言いますと、こんな感じです。どうもカズシドです。真似してますか？あれ、はい、どうも、カズシドです。今日もですね、なんと心霊スポットに来ました。で、この名前なんですけど、3分間トンネルです。多分ね、皆さん結構ね、ご存知な人もいますけど、ちょっと3分間トンネルに来ました。現在ですね、3分間トンネルは、その中には入れないっぽいんですよ。でも説明今とちょっと読ませていただくと、観音崎自体も心霊スポットとして有名ですが、必ず話題に上がるのがこの3分間トンネルです。スイッチを入れると3分間だけ、明かりがつくことからこの名前が呼ばれてます。でもね、実際ね3分じゃないらしいよ、だいたい1分か2分らしい。なんか前入れた時はね、でなんかね、中にね牢屋みたいなのがあるみたいで、なんかね、あの取り憑かれたらいう人はなんかね、牢屋を舐め回したりとか人もいたらしいよ。そういうなんか現象があったみたいで、実際に横須賀ではランキング4位なんですよね。4位に入ってるんですよね。うわ、合ってます。はい、見てください、ここが3分間トンネルです。やばいやばいやばい、奥何も見ないよ。
これがスイッチで、多分これ押すと電気がつくのかな。今使ってもいいのかな。一回つけてみようか。いいですかこれ。わかんない。ロックかかってます。あ、ロックかかってるね。多分今使えないのかもしれない。では早速やらせていただきます。どなたかいますか。今なら話せますので、もしよかったら話してください。ごめんね、今話の途中ね。あ、ちょっと寒くなんなかった。俺感じてる。ちょっと今寒くなって、なんかちょっとね、雰囲気変わった気がする。ごめん、なんか俺ちょっと感じてきた。いや、これ冗談だけど、明らかにちょっとさっきよりか寒い。お、呼吸、何どうした？ポコンってなってます。ポコンってなって。え？ポコンって音。何？音？ポコンって。どこで？いや、これ鳴ったじゃん。俺この辺から聞こえましたけど。そうそう、俺ここ。ここだよね。え、俺何にも聞こえなかったけど。え、それではスイッチ入れました。どなたかいらっしゃいますか？緊張してんの？